右左どっち？こっち。あ、結婚されてる方々、どうされました？まあ、正直人間って、マブが結婚した時、独身女で集まって、当日の自己満結婚式と公衆の悪口で一通り盛り上がった後、まあちょっと、結婚したいかもって言ってる瞬間が一番人生楽しくない？結婚したいって言ってる瞬間が結婚のピークなの。もう現実と結婚はクソまみれ。結婚なんて若いうちにしろ。物事の分別がつくようになったらできないんだからって、うちの地元のギャル友も言った。そう、キキキリネキって言うんだけど、老後孤独死が心配だから結婚したいとかほざくそこのお前。なんで自分が先にしてと勝手に思ってるわけ？ギャルって基本長生きかますやん。で、ギャルの旦那って基本薬決まってるから、早死にかますやん。子供も巣立ったら実家帰ってこないやん。一回巣立った子供が帰ってくるとき、それは大体金を買いに来るときって相場が決まってんのよ。うち自分の子供がいい年してうちに金借りようとしたら、マジからスプラッシュフレー話すと決めてんだ。ただいまお母さん、ちょっとお金貸して。結婚したら旦那の病気の看病した後に旦那先に死んで、え、旦那死んだんだけど誰がうちの看病してくれんのってストーリー上げた後に孤独死です。看病付きの孤独死と看病なしの孤独死どっちがいいですかって聞かれたら俺は後者選ぶ。俺だ。レッツ少子化。結婚した。みんなにこれだけは言っておく。生きてるだけで偉い。甘えんな。納税しろバカ。これから出席を取ります。まずはラウールの喫煙姿を見て失神したマミコ。最近の悩みはヒカルさん、粗品さん、宮迫さん、この三つどもの戦い誰が一番きついのか知りたい。そうね、ギャル的に今回戦いを見て思ったんだけど、この3人の誰かがきついっていうより男っていう種族がきつい。次、美容アカウントなのにマシュマロでフォロワーと喧嘩してる投稿の方が多いバコーンのサタコ。何、今日二日酔いなの？上手に吐けない。うまく吐けない時は粗品とあのちゃんの絡みを見ときはスムーズに。次、フワちゃんのアンチクミコ。五月病が治らない。キヨコ目を覚まして、今もう6月。うち思うのよね、5月病っていう言葉がなければ五月病なんてなかったのではないか。呼吸してるだけで偉いなんていう言葉がなければ呼吸してるだけじゃ偉くないという考えすらもなかったのではないか。近頃は若者の共感を集めるインフルエンサーがたくさんいますが、その人たちはお金を稼ぐために適当こいてるだけ。何の免許、国家資格も持っていません。今の子って共感されたいのか唯一無二になりたいのか分かんないのよね。もうこのギャル、都合のいい時だけ共感を集めて、都合のいい時だけ個性的になろうとして、このどっちつかずのクソ坊主ども。安い言葉に共感しても安い人間になるだけ。大事なのは共感の一個向こう側に行くこと。みんなにはそんなギャルになってほしいと思います。以上、共感した人はチャンネル登録よろしくね。私クラスないんだっけ。だって私の LINE を最後に既読28とかついて会話が終わるんだもん。みんな死んだのかなって思うよ。私新学期の自己紹介だっけ。丸目立ちするって分かってんのに、好きなアニメは忍たま乱太郎と稲妻イレブンですって言っちゃう自我が止められないんだもん。私フレンドリーに生徒あだ名で呼ぶ先生だっけ。だってうちのことだけ堅くなに名字でさん付けなんだもん。私お昼間の佐川だっけ。だって担任がインターホンを押してきたのかと思って心臓縮み上がるんだもん。私人の机勝手に使う陽キャだっけ。だって私の机からヤリブの漫画がはみ出てるんだもん。私陽キャと同じ班になった時、君さんの名前なんだっけ。いや、同じクラスになって半年だろ。いい加減名前ぐらい覚えてやれよ。かわいそうだろ。いや、俺人の名前覚えるの苦手なんだよね。っていうやつだっけ。人の名前覚えてない自分かっこいいと思ってるかもしんないけどね、こっちはお前の上司の名前と住所も知ってるんだもん。あのラグビー部推薦で慶応行きましたね。私不登校の1日系の TikTok どうっけ。大概コメント欄荒れてて、ウケるって自分と同じ境遇の子をバカにしてしまう醜い自分が顔を出すんだもん。私不登校になったら強制で精神科通わせる高校どうっけ。だって精神科に向かう最中の車の中で両親がビビるから喧嘩するんだもん。忘れらんないわ。大学前出たのに。私フェアリーテールだーきゃ。いいカップリングが大量にいるのに、あまりにもピクシブがカスなんだもん。私写真ストリオだーきゃ。夢女子が翔子さんで自己投影しすぎなんだもん。私 R18 の犬巻とけだーきゃ。だってあやぎこいつ沼よーはさすがに悩んだもん。私アイドル転生パロだーきゃ。推しが承認欲求の塊であるアイドルになろうっていう思想があると思うと解釈違いなんだもん。私ブルーロックだーきゃ。ピクシブもあんなに盛り上がってんのに、もうさすがについていけなくって、自分が1998年生まれであることを痛感するんだもん。私赤アームだーきゃ。だって赤安なのか赤アームなのか読み方わかんないんだもん。あと声優がやらかしたんだもん。親が泣く。私声優がやらかした時、あのスラッチ先生の言葉を引用する文化だーきゃ。スラッチ先生はイベントを盛り上げるためのエンタメとして言ったのに、ツイッターで引用する形じゃ、あれでスラッチ先生が声優に全くリスペクトがないみたいに映るんだもん。私ハンジとリヴァイのカップリングだーきゃ。あの二人は恋愛ではなく声優という関係性だからこそ美しいんだもん。私アイナラの公式だーきゃ。だって期間限定の意味わかってないんだもん。私新人男性アナウンサー大嫌い。大学4年の時にはやりさわで先輩面かましてたくせに、アナウンサーになった途端誠実で可愛い子犬ですみたいなキャラかましてくるんだもん。私インスタのおすすめ機能大嫌い。 AI が勝手に呪術回戦のネタバレ流してくるんだもん。私ネタ食いのサムネ大嫌い。時々すごいネタバレかましてくるんだもん。私ディズニープラスの独占配信大嫌い。東京リベンジャーズ第1期の盛り上がりをかわしてほしいんだもん。てか私東京リベンジャーズのラスト大嫌い。同じ過去を共有してなかったらもうそれはただの別人で親近感持てないんだもん。私MBTI 大嫌い。愛の人がかわいそうだけどけなげに頑張ってる正義で、いいのうちらが勝手に悪者にされるんだもん。親見てるやだ。私昔止まってたんだよねっていう男大嫌い。勝手に過去形にして許されようとしてんだもん。あと別に今も性格よくはねえから、私一年生俺の女大嫌い。多様性とか言ってるくせに自分以外の女が俺って言ってたらちゃんとキモがるんだもん。私七尾っていう芸名大嫌い。だってエゴサすると生まれてくるんだもん。私死んで万象大嫌
きや。だってこの世に生まれてこないことが一番の幸せなんだもん。私最近の実写 BL 大きや。原作の神なのに実写は若手俳優が売れるためのツールとして安っぽく消費されてるんだもん。私赤足と縁の下のカップリング大きや。だって原作でほぼ絡みない上に赤足のビジュアルが美化されすぎてるんだもん。私 AI 絵師大きや。だってそれで AI 疑惑かけられた絵師が絵じゃなくて闇ツイートしかしなくなるんだもん。私愛顔ダブルピース大きや。夜は楽しいけど朝目覚めたての時スマホにそれ映ると普通に吐きそうになるんだもん。私ゴーンとキルアのカップリング大きや。あれを見れてるだけでアメリカでは捕まれそうなんだもん。私ヤチヒトが大きや。だって絡みほぼないくせに苦労の女になってるんだもん。私ウズイと前日のカップリング大きや。原作より先に2人のカップリングが好きでアニメ見始めたのに全く絡みないんだもん。私バカオカ好き大きや。だって受けがせメカの解釈違いですぐ戦争が起きるんだもん。私第三体育館組大きや。ヒナタとリエフがはぶられてるんだもん。私ハイタニ兄弟大きや。だって世界線によって美人変わりすぎなんだもん。私明石とフリハタのカップリングドーキャ。だって絡み一瞬だったのに原作が逆輸入みたいな感じで絡み増やしてきたんだもん。あれもしかしてあたち死んでる臭い。あーお父さんあんなに泣いてごめんね。25歳まで反抗期かまして休日を返上して家族サービスで釣りとか虫取りとか連れてってくれたけど全部男の趣味で正直迷惑でした。あと財布から1000円抜いただけで気づく感じ嫌いでした。この中に確実にうちを殺した犯人がいる。最高ですって泣いてるあの女は斉藤飛鳥に憧れてマスクつけると顔全部隠れちゃうんだよねとかほざき倒すマミヒコ。マスクそんな引っ張ってつけるやついねえよブース。高顔っていうか脳みそが小さいって言ってから彼女の親しい友達のストーリーを見ることはなくなったわ。待ってあの2列目パチンカしてある自分をかっこいいと思ってる元カノセファシ。パチンコやってる人ってなんであんな自分の生活がエモいと勘違いしてるんでしょうね。パチンコってね恥ずかしいことなのにね。ごめんなさいこれは言い過ぎました。ねえなんでお前貧乏人なのにタバコ吸ってんのって聞いてから往診普通だったけど葬式では来てくれたのね。待って3列目にいるあのブスは親友のキヨコ。生前メイクがどんどん濃くなるキヨコに1円玉をどんなに磨いても100円玉になることはないのよとビンタしたけどそれ以降落とさたがなかったけどまさか。あお証拠の時間だわ。あお父さんおい本当は子供に男の子が欲しくてな女のガキは本当に金がかかるな。もっと早くこうしておくべきだったよ。えパパ歯医者ギャルです。今日は何でしたっけ。取り回しね。あ、もしかして矯正の相談。ただのクリーニング矯正しないのその感じで。いや見た感じ歯並びが骨格ウェーブって感じで。あ、ごめんね歯並び悪い人間のこと骨格ウェーブって言ってんの。ここだけの話ね絶対炎上するから。はい校内オープンザドア。あ、店内 BGM が後のうっせばなのは気にしないで。くせえ口塞ぎが限界ですっていうパターンがそろそろ来るけど特に意味はない。はいチカラさんがブルベで4がイエベ。あ、虫歯のことイエベって言ってんのも内緒ね。これはマジで炎上するやつだから綾菜を超える。ちなみにうちはブルベ春の骨格なしである。顔タイプはキュートよ。あなたはイエベ秋の骨格ストレートの顔タイプは裸デバネズミ。チュリ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 。はい終わりました。クセ口ふさぎは限界です。結果から申しますとイエベが2本ありました。どうする。治療するってあんたバカ。イエベであることに劣等感なんて持ってるんじゃない。ブルベの方が美人なんていう定説今時10代の TikTok も言ってないわよ。あんたはあんたのイエベに誇りを持ちな。橋本環奈もイエベって言うじゃない。あんたは口の中に橋本環奈を2匹飼ってるの。矯正はしたいけど表側矯正ははずい。あんたバカ。うちのあれなんてね昔あのサイコショッカーみたいな器具使ってかっこいいってたから。全く最近の若者は自分が他人に見られてるっていう自意識が過剰なのよね。これが本当のうっせーわ。てか何緊急搬送。うちこれから彼氏のサトシと取引デートなの。長屋も焼いたあの意味わかんないやつがうちを待ってるの。消毒はすんだみんな。えまだなのマミコ。時間がないからこれカラコンケースの中のこの液体カラコンつけるの水で洗面台落とした時一回この中に戻せば消毒した気になれるのは不思議よね。絶対何も解決していないというのに。これからこのモブの緊急手術を開始します。まずファンで緊急だから下地はすっ飛ばすわ。あと最近私ファンで卒業したんだよねとか言ってすっぴん見せてくる YouTuber には要注意。あいつら全員日焼け止め下地は化粧の中に入らないという謎の概念の持ち主だから。はい次アイプチ。どうしたのマミコ。え患者の傷口が開いた。じゃあこのアイプチですぐその傷口口を塞いで早く。これウォータープルーフだからワンチャン耐える。あとみんなこれだけは言わして。粘着力はあっても汗だけですぐ白浮きするアイプチは絶対にウォータープルーフを名乗るな。10代の油汗を舐めるな。25なんだけど死者誤入したらアラサーイーアサーサーエルフアラファーしか勝たん。患者は心肺停止。じゃあそこのブース間違えたマミコ。心臓マッサージを。うち心臓マッサージのやり方は社交で習ったの。なんか知らないけどグレンゲのリズムでやれば生きるらしい。はいどうしたって消せない夢も終われない。そのうちにうちはアイラインを終わらせれば。はいメイク終わりました。マミコそっちは終わった。終わったか。どっちの意味で。いや聞かないでおく。じゃあ行ってきます。はいもしこルーム株式会社7が受けたまわります。はい弊社所属の YouTuber が電車でお年寄りを怒鳴りつけた。マスオ TV でしょうか。あ違う聞いてくれマーさん。どうせあなたその怒鳴ってる人のことを盗撮したんでしょ。でガレスに DM 送るんでしょ。それがバズってガレスはインプレ稼げて弊社の YouTuber はネットミームになって荒稼ぎ。ビンビンの関係性じゃない。 YouTuber って金稼げれば何でもするし金稼げる人間は何でも許されるの。分かったらお前も盗撮してねえで金稼げバーガー。はいルーム株式会社7が受けたまわります。はい弊社所属の YouTuber が子供を虐待している。マスオ TV でしょうか。あ、違う聞いてくれマーさん。自分の子供を YouTube に載せてる大人が鼻につくのはわかるけども、でもこの不景気の時代物心ついてないガキのうちに YouTube で荒稼ぎさせてそれを将来その子の学費に当てるっていうシステム理にかなってると思わない。学費払えないなら子供産むなよって。学費払えるベドがある夫婦なんてこの不景気の日本にはいません。はい産む株式会社7が受けたまわります。はい弊社所属の YouTuber が飲酒運転からの引き逃げマスオ TV でしょうか。大丈夫大丈夫大丈夫。一生会わなきゃいいんだから。弊社でそんな引き逃げするような YouTuber はいません。お前じゃ話が通じない。偉い人に変われ。聞いてくれマーさん。ウームにはね偉い人っていないの。はいどうなさいましたか。昔は世界のご相談ですかって。うちはデパートだった。
ちなみに鼻もいた方がいいよ、見てらんないから。え、弊社に購入した100年物の壺が偽物だった。てか、壺買うやつって本当にいるんだ。天然記念物ってやつ。喋ってるね。安心して、加工でその絶望的な鼻を高くしてあげるから、ギャルの心配り。んで、顎にヒアルロン酸ぶち込みたいって話でしたっけ？やめときな。もう最近の YouTube はみんなヒアルロン酸とボトックスの打ちすぎで、フェイスラインヤギザみたいになってて、ちなみになんとこちらが偽物だと。何でも鑑定団に出した。ああ、家電の骨董品とかじゃなくて、デパートで最近買った壺、何でも鑑定団出すやついいんだ。もうそれほぼ転売屋じゃないか。で、こちら300万で購入したのに鑑定額が5円、300万で壺買ってる暇あったら、韓国でコツ切りかませば。失礼。全くその働きのくせに口だけは立ちなんだから。こちらの壺は正真正銘、100年ものの壺でございます。100年経っただけの壺でございます。古ければ古いだけで価値が出るんだったら、うちらギャルをほうれい線でボトックスなんて打ちません。ほら、子供一人入りそう。ガキがうざい口聞いてきたら、この壺に詰めて、海に流せばいいじゃない。あ、ちょっと待って、クレマーさん。これだけは肝に銘じておいて、口が達者とは言いましたけども、あなた自身に話術があって勘違いしないで、自分がうまく喋れるなと思った時は大概、相手が聞き上手なだけよ。分かったら早く知りつけようぜ。以上。YouTuber と芸人とモデルの名言が嫌いなギャルです。生きてるだけで偉いなんていう盲言に感銘を受けていそうな生徒諸君。好きな名言は、まずマミコ。死ぬこと以外、かすり傷マミコバカ。死ぬこと以外、かすり傷じゃないの。かすり傷が痛いから死にたいのよ。人間かすり傷であろうが、菌が入れば可能するし、傷跡のせいでモテなくなる。こんな痛くて醜いかすり傷まみれになっても、生きていかなければいけないこの人生、うちもう耐えられない。つまり死ぬこと以外かすり傷。この言葉の真意は、死ねば楽になる。死は救済という意味よ。次、さとこ。好きな名言は、数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う。さすがはツイッター民、さとこ。あんたらは本当にこういう小手先の名言が好きよね。でも思うんだけどさ、あんたらツイッター民って、数字も使えない嘘つきだよね。惨めになんないの。重箱の隅をつついてるだけで本質を捉えたと勘違いしないで。次、クミコ。人生は一度クミクミコバカ。自分勝手にタイタの日常を過ごすことの免罪符に、名言を使わないで。きっとうちらの前世の方は、人生は一度きりとは考えず、謙虚に徳を積んだ。だからうちらは今世人間になれたのよ。なのに人生は一度きりなんて言ってめちゃくちゃするあんたたちを見て、前世のうちらはなんて思うでしょうね。見てここにいるゴキブリ、これはきっと人生は一度きりなんて言ってめちゃくちゃした人間の来世の姿よ。授業は以上になります。これは仕事、これは仕事。私通常しかできないよ。大嫌い。普通に邪魔だし、普通に放尿のこと共有し合うの不潔なんだもん。私同性だからって胸のサイズとか身体情報の共有を求めてくる女、大嫌い。同性だからって誰でも何でもさらけ出せると勘違いしないでほしいんだもん。私聞いてもないのに親が毒親でとか言ってくる女、大嫌い。その悪口言うために使ってるスマホ、その自称毒親に買ってもらってるんだもん。私何でも否定から入ってくる女、大嫌い。 MBDI じゃ否定してきて、うち仲介者なのに勝手にエンターテイナーにされるもう。私夏場の教室で勝手にエアコン消す女、ダウキだって。そいつの服装キャミソールなんだもん。私母の日に昔の家族写真 SNS に開ける女、ダウキ。母親じゃなくて昔の自分可愛いねって言われたいだけなんだもん。私好きなタイプはお父さんって言ってる女、ダウキ。だってキモいんだもん。私最近のボカロ好きの女、ダウキ。だってボカロ好きって言ったらプロ社会やってんだって言ってくるんだもん。私すぐ MBTI 決めつけてくる女、ダウキ。だってこの前赤ちゃん見せたら、この泣き方的にこの赤ちゃんは ENFJ だねとか言って、もう歯止めが効かなくなってくるんだもん。なんか素でオーバーリップつけ忘れてるからさ、もうなんかただ変顔して叫んでる人になってるんだけど、ごめんなさい。100万人やだ、うち死んだくさい。考えられるのはマミコ。この前失恋して泣いてるマミコと二郎ラーメン行って、もやしでギブってるマミコ置いて帰ったんだ。あの後マミコ店員に、朝食なら来んなって怒鳴られたらしい。彼氏に振られた次に二郎でジジイに怒鳴られるなんてきっと天中殺ね。いや待って、元彼のたけしってことも、うちあいつが素で逃走中楽しんで、ごめんなさい、素で逃走中楽しんでるのを見てキモすぎて振っちゃったんだよね。いや推しが出てるから見るってのもわかるんだけども、素で逃走中に感銘を受けられちゃあそいつとの未来はない。あ待って、彼氏のゆうすけから電話、取り巻き帰るね。はい、もしこ。え、生きてるよ。うん。あ、生きてるっていうか、まあ、死んでるんだけど。え、取り巻きてる。スキピからの飲みの呼び出しだったら、うち風呂上がりでも死体でも行くタイプ。え、てか昨日うちら飲んでたよね。最後記憶なくって。うちほうれん草、ほうれん草、ほうれん草で負け続けて、急性アルコール中毒で倒れたの。え、で死んだかと思って。え、でどこ置いていったの。切れた。てかなんでうちのこの死体誰も見つけてくれないの。派手髪ロングに香水はシャネルのナンバーファイブなのに。てかここどこ。私、インスタに流れてくる広告大嫌い。だってめっちゃ褒めの広告で急にアイドルイケメン出てきて、電車の席で隣に座ったジジイに踏まれするんだもん。私、あなたの番です。大嫌い。だってあなたの使いですって呼んで教室で踏まれするんだもん。私、オウムの法則大嫌い。なんででしょうか。私、給食の時間にタッチで流す崩し大嫌い。イントロで反応した人間だけが目があって、隠れキリシタンのシステムに踏まれするんだもん。私、このハートの絵文字大嫌い。だってその次にあやぎって出てきて、占い作るでエグメの小説書いてることがバレるんだもん。私、オスターズダム大嫌い。どうしかと思って喋りかけたら、ただの塩顔好きの一軍陽キャバドミントン部女なんだもん。サファリから検索かけたのに、勝手にアプリで開いちゃうアマゾンの仕様だっけ。だってアプリから BL 系の漫画買えなくって、サイトの方のアマゾン開こうとしても自動で勝手にアプリで開いちゃって、永遠にお目当てのものにたどり着かないんだもん。私がモテてどうすんだ、だっけ。だってなわけないんだもん。私、女を好かっていう拘束ドッキャ。だってジェンダーの問題以前に普通に寒いんだもん。私、化粧禁止っていう拘束ドッキャ。だって結婚式の時、昔を振り返る映像が流れたら会場がざわつくんだもん。私、女はうなじを見せてはいけないっていう拘束ドッキャ。だって男の性欲を抑えるためになんで女が不自由しなくちゃいけないの。ノーノーノーもー。私、性感剤と汗拭きシート禁止の拘束ドッキャ。うなじより汗の匂いで興奮してる男の方が多そうなんだもん。私、前髪は目より上っていう拘束ドッキャ。上人よりうち目の位置高くねって
よ。イランコンプレックスに目覚めるんだもん。私スマホの持ち込みは OK だけど使用禁止っていう校則だけ。電気場が過ぎるんだもん。私野球部やサッカー部の顧問がすれ違った時過剰に挨拶しなくちゃいけないあの空襲だけ。だってそのストレスの反動であいつら教室で暴言吐きまくるんだもん。私いじめの発端だからって LINE とかインスタ禁止っていう校則だけ。問題が起こる原因だから一律禁止にした方が楽っていうのは分かるんだけどね。うちらが教えてほしいのは楽な道ではなく険しい道の歩き方なんだもん。チャンネル登録しないよ。ん？本日の天気は晴れ。スキピとバーベキューでもかまして、あ、その肉私が育てたのに勝手に食べたプンプンみたいなクソみたいなくだりをかまして、でも突然のゲリラ豪雨には注意。男ってバカだから豪雨の中の川に興奮して写真撮ってストーリー上げて、それ結構危険行為だからってガレソにリークして炎上しがちです。どこでもスカイピースイエーイ。あ、速報です。飛行機でパリまで行ったと思ったら玉切れして帰ってくる異常集団、失礼しました。パリオリンピックでサッカー日本代表が異国と戦ってなんかアゲな結果になったらしいです。うちオリンピックって天 P の移動距離の次に興味がないので飛ばしたいと思います。次のニュースです。日銀が31日3月のマイナス金利政策解除。ちょっと待って、速報です。マミコとユウスケが別れた。地元の友達、はい、おつぴーマミコ、うち今仕事マジ早く帰りたい。上司の口が臭すぎてもうピエンコやと、お前分かったってマジだって面白くなってきた。え、バスケ日本代表がフランスに興味ねえわ。え、ユウスケがマミコのカバンを持った。それでユウスケが乱暴にカバンを床に置いたせいでディオルのファンデーションが割れた。しかも浮気してるくさい。キヨコと、あ、その噂あったよね。ユウスケとキヨコ付き合ってるかって。付き合ってはない。あ、でも付き合ってはいるかもね。続いてのニュースです。昨日創作料理屋に行ったらドヤ顔で冷ややっこと枝豆を出されました。どうも谷のギャオです。これから夏が始まるということで夏休みの注意事項を説明していきたいと思います。まず夏休みを機に埋没をかまそうとしてるマミコ、安心して高瀬に行きなさい。夏休み明けのみんなからの視線は気になるでしょうけど、みんな目やる前に歯並び直すことしか思ってません。次、彼氏のジャガイモと、間違えた、彼氏のユウスケと浴衣デートを期待してるサトコ、残念なお知らせです。夏祭りの日ユウスケは部活があります。高校生男子は彼女よりも部活を優先する生き物。部活と私どっちが大事なのよ、なんていう仕事と私どっちが大事の介護感すぎることを言ったら、あんたたち二人に未来はない。まあユウスケ卓球部ですけど。次、キヨコ、ブスだから夏休みで整形したいって、あんたバカ。あなたの場合は勉強して東大行くことしか選択肢がないことにどうして気づかないの。次、逃走中を素で楽しんでるサトシ、友達と可愛いバーベキューへ行く。やめときな、どうせゴミを川に流してそれをウェイとか言ってストーリーにあげて、そのストーリーがガレスに回ってネットミームになって、逆に今 YouTube やったら晴れるんじゃねみたいな感じでちょんまけ小僧の二番煎じになるのが落ち。あいつら今どこ行ったの。てかあいつら何歳だ。あなたに YouTube は無理だって。あなたの好きなテレビ番組は逃走中なのよ。劇場版逃走中って誰が見る。次、ムツコ、あんたのお母さん昨日公園で草食べてたよ。ほいって、ベストマザー賞、ほいだ。ベストマザー賞を受賞するギャル。この度は私のような者が、このような素敵な賞を受賞させていただき、誠にありがとうございます。はい、子供の名前ですか。クソにガキと書いてスリザリンです。あ、旦那の職業ですか。具体的な仕事内容は知りませんけど、ただ年収は5億です。なぜかはわかりませんけど、うちには未開封の PS5 が100台あります。私にとって子供の人生は宝であり、もう私の人生そのものみたいな、はい。得意料理ですか。ウーバーイーツ。はい。出前かもか。いいお母さんの定義ですか。ミキティと辻のぞみの動画を真剣に見てるママ友を見ると笑っちゃいますね。根底の金銭面がちげえんだっつーのっつって、ほほほ。ね、息子の成長には興味がない。ごめんなさい。過干渉しないようにしていて、この前なんてうちの息子、ランドセルの後ろに学校くんな呪いの子って書かれてて、あら嫌だ、うちの息子の学友、ハリーポッター最新刊まで履修済みなんですけど、みたいな感じで思って、昨日からうちの息子、部屋で一人で、友達の写真に向かってあわたけあわたけ言ってます。そういう年頃よね。世の女性に一言、姑とは仲良くした方がいいですよ。仲良くなったら一緒にランチとか行く仲になって、バーガーとかピザとか食わして血液ドロドロにして早めに始末できます。本日は誠にありがとうございました。この春よくできた。不倫する男の来世はきっと野球部の枕。直近で不倫した方を教えて。フリアトール、あ、声優の不倫はアニメキャラと紐付けされるせいで核爆弾並みの破壊力を持つわよね。アムロトールの僕の恋人は日本だよっていうセリフ、もう日本を不倫されたんですけどみたいなこと言われちゃって、でもそんなことはどうでもいい。うちが一番気になってるのはフリアさんの不倫でも過去の痛いツイートでもまさかの70歳っていう年齢でもない。彼の別名義が蒼月昇るだってことよ。青い月が昇る、何かの企画で名乗らざるを得ないのなら大丈夫。でも自発的に能動的に己の内から溢れ出したこの俺にもう一つ名前的なものを定義づけるのだとしたら、蒼月昇るよなんてことになってたらもう。次、篠田麻里子、なんで男がパンツ脱ぐのと女がパンツ脱ぐのは重みが違うんでしょうね。男は安心すると浮気する、女は不安になると浮気をする。これを言うと主語がでっけえとツイッターで叩かれる。ここまでがセットよ。次、広瀬さんちの涼子ちゃん、あー気持ちくしてくれてありがとうね。でも思うんだけど、個人が個人に当てたラブレターを晒し上げて笑う国民性、一番醜いのはそんな国民たち、日本そのものなのかもしれませんね。そりゃあ安室透に不倫されて当然か。お後がよろしいようで。化粧は落とすな、男だけにしろ。どうも谷のギャルです。これから出席確認をしたいと思います。松田この顔っていう若干もやつく趣味を持つ男が彼氏のマミコ、浮かない表情だけど何か悩みでも。彼氏の LINE のアイコンが東京空の金木県、アイコンが金木県で松田この顔し、
もうやつか多分だけど好きなラジオはオードリーのオールナイトニッポンで趣味はサウナで好きな食べ物はラーメン二郎ばっかりなさい次タバコ捨てる芸能人を見つけてはあれは肺に入れてないふかしてるだけのあれって言ってる自分かっこいいと勘違いしてるサトシ潔癖症が治らないってあったバカ私男の潔癖症で一番ヘドが出るの男が潔癖だと女もなかなか姿出せないの男の家のトイレに行くのもはばかられるしだからこそトイレが近くならないように宅飲みでもお酒をセーブするだからこそその飲み会は盛り上がらない哀れな負の連鎖よ女の子が素の汚い部分を見せられるようにまず自分が汚いの大丈夫なふりをするそれが日本男児というものでしょでも回し飲みができない気持ちはわかる次ハゲてるくせに LINE の捨て目の音楽がマイヘアイズバッドのタキシーあれは逆よね彼女の趣味が C 社のパチンコ元彼が明らかにクズ男で笑っちゃうって話ねでもこれだけは言わせて女の趣味が全部男の影響だとは勘違いしないでえうちの趣味サウナにラーメン二郎にゴルフに麻雀にポケカにおつぴんあれマミコ顔ぶん殴られたいやただ太っただけかてかマミコ彼氏に触れたらしいじゃんマミコに声だけは言っておく彼氏に裏切られたとか言ってるけどねその人が裏切ったわけではなくその人の見えなかった部分が見えてきただけだぞ CV 足玉なねえさっきからなんで無視するのなんでおつぴんキヨコキヨコ顔面ぶん殴られたあもともとそんなんかで何泣いてんのキヨコそんな大きみたいな顔して天下統一でもするつもりキヨコにアドバイス人ってシクシクって泣くじゃんシク36人ってハハハって笑うじゃん葉っぱ64 36たす64は100あんたは100点なのよさっきからなんで無視するのなんでつぺさとこさとこ顔ぶん殴られたあ、二人せっからダウンタイム中ねみんなさとこせっからダウンタイム中だから優しくしてあげてね今日体育あるけど休みな担任にはうちから言っとくあんた担任好きだったべ今その顔でスキピとか会いたくないでしょあ、先生さとこせっからダウンタイムで今こんな感じなんで体育休むそうです礼はいらないさとこちなみに先生の好きな女性のタイプはトゥバイスのダヒョンよあとダウンタイムで大変だろうけどこれだけは覚えといて大変な時こそ頑張れば人と差がつくねえなんでさっきから無視するのなんで女性の年齢は宝石のカラットと同じ上がれば上がるだけ輝くのよということで出席確認していきたいと思いますマミコ最近の悩みは彼氏のユウスケがパリオリンピックばっか見ててうざいマミコ聞いて男の趣味を受け入れる女はいい女でも男の趣味を一緒に楽しめる女がいい妻になれると思わないあの玉切れもちゃんと見てみたら面白いかもよちなみにうちはサッカー見てるくらいだったら表面張力見てる方がマシ次キヨコ彼氏のユウスケが自分の金目当てで付き合ってるんじゃないかと不安になるでもねキヨコ小学生時代の友達は利害関係もなく仲良くできて純粋だったよねとか言うけど小学生時代だと面白いっていう利益を人に与えられない人ははぶられてました全然値のようにね利益のある女になろうとする努力は決して虚しい努力ではないわうちと付き合う利益そうね夜の方がお上手次おもながらさとこ何か悩みが彼氏のユウスケがイケメンすぎて自分とは釣り合ってないような気がするそうね確かにユウスケはイケメンさとこは清少納言 VS 紫式部 VS さとこみたいな映画が作られそうな顔の造作でも気にすることはないわさとこ港区女を選んでないユウスケの心の綺麗さを信じてあげて心だけは綺麗にこのままじゃあんた彼氏の浮気を疑ってるブスになるわよでは本日の授業は終わりうちはこれからデートなの彼氏の名前ユウスケうちはトップアイドルのギャルうちのグループに入るためには己の実力不足を悪意ある編集のせいにしない貧困法制さを必要としますまず一人目マミコ歌う曲はスノーマンでタペストリーあんまり女性アイドルがオーディションでジャニーズの歌を歌うって聞いたことないけどはいはいはい歌は34点あダンスはしないで大丈夫うち真剣に踊ってる人の顔見ると笑っちゃうタイプちなみにマミコ趣味はポケカと雷神の感染彼氏いるね不合格次お名前はサトコ何を歌いますか西野からで会いたくてガクブルはいはいはい歌は24点会いたくて震える前にまず自分の歌唱力の低さに震えてくださいあダンスは大丈夫うち人の真剣を笑うタイプサトコさんきつい質問しますか枕営業とかできますできるうちの社長さん二足歩行する豚だよできるの配布合格そんなブスとやれちゃうような美的感覚の女はアイドルになんてなれませんあ次キヨコあ嫌だブスだわしかもブスはブスでもいじれないタイプのブス入ってこないで次トモコ何を歌う乃木坂で優しさとは分かってるじゃんはい歌唱力は90点申し分ないあダンスは大丈夫うちダンスって笑っちゃうんだよね特にこれねデビュー前に隠してることがあったら吐きなさい大丈夫男にパンツ売ってるくらいじゃクビにしないから渡辺誠さんの追っかけをしていた過去があるほほほほほほほ不合格いいはずだうち記憶を失ったくさい覚えてることと言ったらうちが YouTuber のプロデュースコスメをバカみたいに信じて使っちゃうタイプのギャルだってことよあすいませんうちの彼氏の名前知りませんフワちゃんが誤爆で炎上中 SNS から始まりSNS で終わるってかうまいこと言っちゃってこのギャルよなもうほんまに自分の記憶ないわ覚えてることと言ったらうちが鈴木福君を性的な目で見るタイプのギャルだってことだけよあすいませんうちの彼氏が今どこにいるか知りませんヒカキンが結婚して第一子出産結婚発表から出産前の日数を逆算して何かに気づく自分かっこいいと思うような人間にだけはならないようにってうち遺言に書くと思うツイッター民かっこよくないよよな言ったどうしようこのまま記憶を失ったままだったら覚えてることと言ったらうちが親友のマミコのことを二足歩行する大腸菌って呼ぶタイプのギャルだってことだけよあすみませんうちの彼氏のインスタのアカウント知りません中丸雄一が女子大生と不倫中丸が抜けたらもうカットに残ってんのはカズヤとタツヤだけどこぞのタッチよしかもこのまま行くとカズヤは死ぬことになるわよどうしようもう何もかも思い出せない覚えてることと言ったらうちは彼氏ができたことがないタイプのギャルだってことだけよあすいませんうちの彼氏の名前と職業と MBI とその他諸々全部教えてよ教えてよ
それでは新郎新婦ご入場。二人は電子機器が作り出す運命に導かれ出会い、一週間の交際を終えてスピーディーにゴールイン。新郎の趣味は映画鑑賞と TikTok の生配信。フォロワーはちなみに13人。新婦感極まってその綺麗な二重まぶたから涙が。見たところご両親はどちらも一重まぶた。前没からの目頭切開といったところでしょうか。それでは二人の馴れ初めを描いたフォトムービーになります。新婦側の写真だけこっそりと、中学時代の写真がないことだけが見どころです。高一の中学旅行あたりから写真がありますので、整形に踏み入ったのは高一のゴールデンウィークとでもいいのでしょうか。前没でもゴールデンウィークじゃダウンタイムは終わんないよ。続いて武家トスです。はい、3、2、1でパッパと投げてください。新婦のいとこのガキに渡りましたね。一番しばい結果です。では新郎新婦インタビューです。好きなアイドルは、イコールだの香ばしいですね。嫁の前ではちょっと気遣いないよ。ほんと昔からそういうとこあるよね。ん？嫁さんにインタビューです。旦那さんの好きなところは、料理が美味しいってこと。ああ、わかりますの。この人の作るアサリから出汁を取ったカレーって本当に美味しいのよね。ん？あ、知ってる？この男、お尻にジンギーってタトゥーで刻んでるの。ん？もしも天才美容師がギャルだったら、はい、本日担当させていただきます。野原ののに野原の原と書いて野原です。当たり前か。本日はとりあえずエラボトでしょうか。わかりますよ。このエラで生きていくぐらいだったら、尾てい骨にひび入ってる方がマシですよね。あ、違う、カットとかな。お客様を見たところ輪郭がホームベース、あ、失礼しました。輪郭が終わっているので、これ以上のカットは見てられない、失礼しました。これ以上のカットは液恥をさらすことになりますので、行っちゃう、行っちゃいますか。勇敢、そういうところ好き。でカラーは、とりあえず今のこのうんこみたいな髪色は何があったの。うんこ食いすぎて髪色がうんこ色にみたいな甘露寺蜜璃のシステム。あ、自分で染めた、そっかそっか。美容院に行ってまでうんこ色にしてくださいなんてさすがに言えませんもんね。今のうちのおすすめのカラーあるんだけど、それやってく？漆黒の乙女カラーって言うんだけど、うん、黒染めってやつ。こんな長い髪の毛切るなんて、何か気持ちの変化でも。あ、失恋かわいと。じゃあ失恋を忘れられる特別な髪型にしてあげるね。はい、完璧。今をときめく小池百合子ヘアよ。今この髪型で外歩くと石にあげられると思うから、元カレのことなんて一瞬で忘れられるわ。あと最後に目頭切開して鼻にヒアル入れて音階形成してバッカルファット除去したら完璧。本日はどうもありがとうございました。ポイントカード作りますか？作らないだよね。私、数学の先生でどうしよう。だって、学問として数学が好きなだけで、明らかに子供のことが嫌いなんだもん。私、英語の先生、どうしよう。私たちは日本語を文法からは学んでないのに、なんで英語は文法から学ばないといけないんですかって質問したら、ブチ切れてくるんだもん。実用的な英語を学んでるのよとさ、受験用の英語を学んでるのよ。この二つの言い訳を都合よく使い分けるよね。私、相口してきてくる先生、どうしよう。その先生が平行二人だからってもうぶっ殺すよ。私、給食を残すなっていう先生、どうしよう。だって、掃除の時間まで食ってる姿を晒し上げる、あの公開処刑はさすがにトラウマもんなんだもん。私、生徒と仲良くなるためにアニメとかアイドル好きとか言ってくる先生、ドキャ。だって仲良くなれるかなと思って、その先生に好きなアニメなんですかって質問したら、学校は勉強する場所だからとか言って切れてくるんだもん。私、眉毛剃るの禁止っていう先生、ドキャ。だってどう考えても眉毛ボーボーの方が身だしなみとして良くないんだもん。社会に出る前で整え方くらいは学びたいものよね。私、遅刻でブチ切れてくる先生、ドキャ。そういう先生に限って授業を授業時間内に終わらせないんだもん。日本人の良くないところ、開始時間は厳しいのにケツは緩いの。明るいっていう感じは日に月と書きます。太陽も月も見ないと明るくなれないぞ。どうも霊媒師ギャルです。お客様お名前は、いや黙って、霊能力で当ててあげる。あなたの醸し出すオーラ的に中村片栗子、あ、マミコ。え？一週間前から肩こり？生体には行ったの？行ってない！生体より先に霊媒師を頼る感じの女ね。子供生まれたらその子供苦労するタイプね。見えるわ！あなたには青山テルマと、あなたには青山テルマとクリスタル系の霊がついてる。まだ生きてるっぽいけど、あなたインターナショナルスクールか上智大学にトラウマが？あー、会話に英語混ぜてくる？インターナショナル出身の女のまつげ美容液に唾入れたか。きっとそのせいでテルマと K が代表してブチ切れてる。この二人のインスタをフォローしなさい。そして投稿すべてにいいねをつけるの。ということで本日の診断料ですが5万円になります。はい、次、清子さんね、お悩みは？父が死んでから実家で物音？あんた年齢は32歳。はいはいはい、32歳で実家暮らしで霊媒師とかを信じる性格。いろんな意味で見えてきたわ。茂雄の星が見える。あんたのお父さん茂雄っていうのね。あ、まさき、きっとあなたのことが好きな男の生き量ね。これから茂雄と名の付く男にはグイグイ行きなさい。そして実家を出なさい。以上5万円です。霊能力や占いなんて本当にできたら、占い師なんていう惨めな職業やりません。やだ、うち死んでる臭いんだけど。どこよこの葬式会場。中野区とかだったらぶっ殺すからね。殺されたのは私かって。お母さんあんなに泣いて、25歳まで反抗期かましてごめんね。だってネタ食いで体感予報が見たいのに節約のために、アカウントは家族で共有とかほざくんだもん。きっとこの葬式会場の中にうちを殺した犯人がいる。第一候補は最高列で涙を流すくしてるマミコ。一見泣いてるように見えるけど、あれはカラコンのゴロつきを直してるだけだわ。それにうち、マミコは大金はたいで買ったセリーヌのワンピを見て、シリーンで撃てそうだねって言った滞在がある。てか待って、最悪。彼氏のたけしが次お証拠を送る。この肌の湿り気的に、死にぎしはきっとスックのファンで、冷静にありがとう。うちイトリフト入ってんだけど、仮装でいいと燃えるよね。なんかこの女燃やしたら顔からムキムチ出てきたんだけどみたいな感じで、ツイッターでバズる未来が見える。まあ私の未来はもう終わったんだけどね、なんて。てか待って、元カレの強し、元カレが結婚式に間違えた。お葬式に来るのはご法度でしょ。ギャル、お前に振られた俺だけど、今でもお前のこと好きだぜ。ごめんね強し。あんたうちがツイッターって言うたびに、あ、X なんて訂正してきたじゃん。あれがもうどうしても許せなかったの。あ、マメコ。ようやく死んだか。お前がうちのセリーヌのワンピをシーンと言ったこと忘れねえからな。お前か。
ねえ、このマミコの現場本人確認あったか聞いてなかったべ。よくあった転売のチケットで来なくて。え、キヨコスタンド席？あ、うちアリーナ。アリーナとかご遺族近めで気まずいし、スタンド席の方がマミコの顔見れるんじゃない？ね、死に化粧のファンで何か教えてね。あ、ヒールは入ってない。それがうちら現場オタクのマナー。で、うちわの高さは胸まで。あ、お隣失礼します。うちマミコの生前からの親友で。ファンサーもらえるかなつって。いや、死んでるか。まさかマミコが交通事故に遭うなんて。何は男子のライブに行く途中にダンプカーで跳ね飛ばされたらしい。で、空中で3回転して、二の腕に掘ったユイが独尊っていうタトゥーを輝かせて死んだらしい。あ、マミコのお母さんだ。この度はダンプカー本当にお悔やみ申し上げます。うちとマミコは中学時代からのマブで、彼女の恋愛遍歴まで全て把握しています。女のことをマンさんっていうサッカー部の補欠に惚れてるマミコをぶん殴って目を覚まさせてあげたのもいい思い出です。あ、知ってます？お母さん、娘さん担任の小島とも会う情報だ。マミコ、あなたうちと連番で行くって約束しときながら抜け駆けして一人でなにわ男子のライブ行こうとしたわね。それがどうしても許せなかったの。これあの時あなたが死んでも手から離せなかったなにわ男子のライブチケットここに奉納しとくわね。どうか安らかにマミコ。ちょっと近づかないで税金泥棒。一人だからって塩顔を辞任してそうだけどね。塩顔を語るには涙袋のぷっくり具合が不足してる。あんたはただの張った容疑者よ。うち捕まるようなこと何もしてない。しいって言うなら親友のマミコの靴下がクレヨンしんちゃんの時に限って座敷タイプの店をチョイスして恥をかかせることが趣味なことくらいよ。必死にしんちゃん隠してるマミコを見ながら食べる明太チーズもんじゃほどうまいものはこの世にはない。え、違うの？じゃあしいって言うなら親友のキヨコは男すぎ。親友のキヨコがジェシータンであることを知っておきながら目の前で綾瀬はるかのモノマネをすることが趣味なことくらいよ。ハイボール飲んでうぃーっつってこれをしたか？違うの？じゃあ C って言うんだな。CU のさとこがアイプチであることを知っておきながらあのデパートの入り口にある水がミスト状に出てくるあのありがた迷惑な涼しいコーナーでの休息を提案することが趣味なことくらいかな。あのミスト状の水のサービス、あれはアイプチ民で言うところのハリーポッターのぬつびと落としの滝。違うの？じゃあ C って言うんだな。CU のムツコが彼氏できたって自慢してきたからその彼氏の顔見て、あ、田口淳之介に似てるねって。な、嬉しいのか嬉しくないのか絶妙なラインの人間を当てがったこと。違うの？あ、じゃあ C って言うんだな。昨日 CU のその子がプロポーズされたとかほざき倒したから引き殺したこと。あ、これ私、シーシャする男だーっけ。どうせ他の趣味は二郎系ラーメンとサウナでもう何かの苦労なのって思うんだもん。私、LINE のアイコンが闇落ちマイキーの男だーっけ。だってそいつ自身は恵まれた光の世界でも努力ができずに勝手に落ちぶれた弱者男性なんだよ。これ言い過ぎ。私、コムドット嫌いな人だーっけ。一周回って、そろそろコムドットバカにしてる人間の方がダサいかなっていう風潮が来るかと思ったらなかなか一周回ってこないんだもん。芸人のラジオの感想つぶやく用のアカウント持ってる浪人生だーっけ。だってラジオ聞いてるだけで自分も同じようなセンスがあると勘違いしてるんだもん。私、チーカーの LINE スタンプ使ってくる男だーっけ。そいつ自身は出かけ物ただの可燃ゴミなんだもん。私、クラスで可愛い女ランキング、でかい声で喋ってる男だっけ。だってそいつたち自身は全員ジャガイモなんだもん。私、付き合ってもないのに。てか LINE だらくね、電話せんって言ってくる男だっけ。だって通話時間の画面スクショ取られて、ストーリーに上げられるんだもん。私、路駐してある車の窓でも前髪直す男だっけ。だってこの前うちのサングラスの反射使って前髪直されたんだもん。私、パチンコのある生活をエモいと勘違いしてる男だっけ。お前何万とけだ。え、一番俺なんて3万だからね。とか言って笑ってるけど。なあ、もうしたくないんだもん。ゆりこどいて。どうも、都知事ギャルです。では、ゆりこねきの前回のマニフェストから紹介していきたいと思います。マニフェストってあれね、配給のあの旗みたいなやつ。稲荷崎でいうところのあの思い出なんかいらんみたいなね。その前で思い出の集合写真撮ってどっちやねみたいな感じで突っ込みました。まず、満員電車をなくすらしいです。みんな言うな言うな。ゆりこ姉さん、電車みたいな下世の民が飲むような飲み物。飲み物じゃないか。まあ、ゆりこさんにとっては飲み物かもしれませんけども。ごめんなさい。ゆりこねき電車なんて乗んないからわかんないのよ。次が残業をなくすです。確かにうちの父も不景気で仕事リストラされたから実質残業ゼロ。ではうちが新たに公約を発表したいと思います。まず第一に、カルバンクラインの下着だったら見せてもいいと思ってる女全員のインスタを使用不能にします。スポーティーでヘルシーな姿をエロ目的で見るなみたいな感じでブチ切れてますけども、あれはただの当たり屋です。で次に LINE のあの謎のスタンプの機能を廃止します。まさかの既読無視って LINE 見てみたら、あの通知も来ない謎のスタンプで終わってて、その虚無感で闇落ちマイキーになって女子が多発しています。次、渋谷新宿で立ち寄せる男にはその尿を通じて電流が流れるシステムの開発に税金を注ぎます。あと最後に70歳以上の政治家を全員殺す。みんなついてきてね。終わり。私、給食だけでもために来いっていう先生のアドバイスだっけ。授業受けねえのに飯だけは食いに来る。いじきたれる姿をさらしてあげることになるんだもん。私、学校休んで二度寝して夕方5時の鐘で起きる生活だっけ。その時点で明日の朝起きてるわけなくて、人間関係以前に生活リズムの観点で積んでるんだもん。私、朝は学校行け行けうるさかったくせに、実際休んだらちゃんとお昼ご飯作ってくれるお母さんの優しさだっけ。罪悪感で死にたくなるんだもん、あの冷やし中華。私、体調悪いって言った時に体温計出されるのだっけ。どうにか体温を上げるために脇にコスコスしてる時間がこの世で一番短いなんだもん。で、時々40度とか出て、あ、溶けたかな。私、久々に投稿した時の話しかけても来ないくせに、うわ、あいつ来たんだけどみたいな視線だーきゃ。見てくるくらいだったら話しかけてほしいんだもん。私、久々に投稿した時に気さくに話しかけてくれる人間だーきゃ。だって話しかけてきてほしくないんだもん。私、欠席連絡が親しかできないシステムだーきゃ。だって親の教育の次第では38度とかの熱でも投稿させられそうになるんだもん。醤油ガブ飲みして体調悪くさせようかなっていうね、戦時中みたいな思想になるんだもん。私、学校に設置されてるいじめ相談室みたいなとこだーきゃ。相談したいことがあったら来てねって、こっちから行けるコミュ力あったらそもそもこんな感じになってないんだもん。